油みんな力作ばかりですね。これあれですよね。この平面にリッターつけるっていう、またちょっとで、また和の斬新感な。じを、和の感和じ。の感じを。その、生け花の、いけばなの感じですかね。そうですよもね。みじ、もみじものみじで。つるで。いけばなですかね。椿のつる。でも、つるがついてますね。つるなんですね。つるで。鳥のつるが書いてあるんですけど、はい。その鶴とその藤のそのつるつる。鶴と掛け言葉になってるんですね、ちょっと取らせてもらっていいですか。なるほど。これ。で、鶴と鶴で。鶴と鶴でかけてるわけですね。でも、こういう作品の作り方もでもありですよね。そうですね。これは何ですか。鶴いこまれすよ、同これ。じ。鶴いますね。鶴、これ、鶴いる。これ、そっか。ここにも鶴いますね。いまこすれ、か。ここにちっちゃく鶴いますよ。すごいですね。これ随分なんていうんですか、英語で言うとソフィスケーティッドですけど、なんていうんですかね、作り込まれてお疲れ。て、いや、これ一見なんか普通になんかなんていうんですか、桜かなんか飾ってあるなと思ったら、これ一つ一つ鶴なんそうでですすね。ね。すごいですね。すごいですね。深澤さん。いや、これもう斬新。もう、いや、これすごくないですか。すごいですね。これを鶴で描いた。鶴に見えなかった。で見も、えなそかっのたですね。題名見てね、題名見て鶴の、なんでそのね、鳥の鶴を描いたのかと思ったら鶴なんですね。鶴なんですね。いや、この発想よくないですか。そう、いいですね。これいいですよね。で、これ葉っぱが緑の鶴で、素晴らしい。で、こう、藤のね、はい。藤の花をこれ、鶴で。いや、でも、向こう、紅葉、もみじ、これ全部鶴ですね。鶴、鶴ですよ、これ。一個一個折ったわけですよね。椿の花も、それ鶴でやってるんですね。花弁も。で、あと、葉も鶴でやってるんですね。ハボツルでやってますね。すごいですね。すごいですね。大変ですこよ。の大変作なりもんで込みすが。よ。作り込み大変ですよ、これ。これ全部鶴ですよ。すごいですね。さっきパッと見た時には、なんか普通に桜の花を飾ってあるのかなと。これ桜っぽいですよね。桜だと思いました。桜鶴ってなってますよ、タイトルが。キャットムービー立ち入り、よろしくお願いおし願います。します。お願いします。